お嬢さん乾杯は1949年3月9日公開の日本映画である小竹製作配給監督は木下圭介脚本は新藤兼とモノクロスタンダード89分没落した上流階級の霊場と戦後に台頭した新行なり金の恋を描いたロマンティックコメディ映画 第23回キネマ巡報ベスト10第6位。自動車修理工場を経営する青年、慶三のもとに、元家族の霊場、安子との縁談が持ち込まれた。慶三は初めは乗り気でなかったが、お見合いで安子と会ってみると彼女を気に入ってしまう。結婚の承諾を受けた慶三は、ある日に池田家を訪問するが、そこで安子の父が詐欺事件の巻き添えで、 刑務所に入っていることと池だけが帝都に入っていることを知り失望する。本作を原作とするテレビドラマが1962年と1963年に放送された。1962年6月5日6月12日の2回にわたって高島やバラ劇場で放送。1963年7月7日に日本映画名作ドラマの 第一回として放送。タイトルは、お嬢さん乾杯。と解題された。映画出演の佐田刑事と佐野修二が本作にも出演し、佐野の長男、関口博士が本作で、テレビドラマデビューとなった。ありがとうございます。